家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は発芽前発芽後の玉ねぎの苗を安定して育てる苗所を作る作業をしていきます。毎年私は玉ねぎの苗を作ってるんですけども、今年はどうしようかなと悩んでいたんですけども、例年のようにたくさん苗を作ることはやめて、自分が食べるだけの苗を作っていこうかなと思っております。苗床作りはそろそろ始めていただいて、9月になったらすぐ種がまけるように準備を進めていっていただきたいと思います。今日はそちらの工程をご説明していきたいと思います。最後に質問にも答えていきますので、ぜひ見てください。行ってみましょう。9月に入ってすぐ1週目あたりに種まきをしていただければ、11月の定植には十分間に合いますので、9月に入ったらすぐ種まきをしてみてください。8月中はどうしても暑さが残っておりますので、地温的にも暑いので9月以降にまいていただきたいと思います。特に極早生や早生の種をまく人は9月初旬に種をまいていただきたいと思います。中手や奥手は9月の中旬頃でいいでしょう。地域によっても若干違いますので、その辺を考慮して、巻いてみてください。玉ねぎの苗作りの最もいい点は経済的な部分だと思います。一袋で何本も作れますので、ぜひマスターしてみてください。では実際に種まきの準備に入っていきたいと思います。まず場所なんですが、後ろをご覧ください。ここは先日まで YouTube でもご紹介しておりましたかぼちゃやゴーヤなどを育てておりました。今回はゴーヤの跡地を使って、いきたいと思います。玉ねぎの苗作りは特に連作などを気にする必要がありません。ナス科の野菜、ウリ科の野菜、もう一つは豆科の野菜、夏野菜の跡地に作っていきましょう。まずは土をきれいに耕していただきたいと思います。種まきの時期から逆算して1、2週間前に土作りを終えてもらいたいと思います。それでは軽く耕していきます。すでに夏野菜を撤去した後に荒起こしはしております。このように土を柔らかく耕してみてください。種まきというのはゴロゴロとした塊があると、どうしても発芽が若干悪くなりますので、きれいに土の塊がないように耕してみてください。余裕がある方は表面をふるいなどにかけて、なるだけきれいな苗床に種をまくようにしてみてください。土を耕した後、雨が降ってきましたので、翌日雨が止んだので続きの作業をやってみたいと思います。雨で中断した理由としましては、雨が降ってる最中に苗床をいじってしまうと土がカチカチに固まってしまいますので、皆さんも雨が降った後や雨が降ってる時には苗床を作るのはやめましょう。それでは続きの作業をやっていきます。雨等で土が固まって発芽に時間がかかったり芽が出なかったりしますので、今回は苗床には元肥は入れずに培養土を使ってみたいと思います。また元肥を入れすぎますとあまり育ちが良くなって徒長した苗ができることもありますので、元肥の分量としましてはちょっと難しい面があります。培養土を使っていきますと、元肥の代用として、肥料等も入っておりますので、十分対応できると思いますので、培養土を使ってみたいと思います。それではやっていきたいんですが、せっかく撮影中に耕した土が雨の影響でやはり固まってしまってます。ちょっと見てみてください。このように雨の最中に作業をしてしまうと苗床には向かない状態になりますので十分注意してください。もう一回少しほぐしながら準備を進めていきたいと思います。一度耕しておりますので表面だけが固まっております。表面を少し崩していってみます。塊がないようにしっかりと土をほぐしてみてください。苗床を今ほぐしましたので大雨等に対応できますように少し高畝を作ります。普段作るようなきっちりとした畝でなくても十分できますので簡単に作ってみてください。軽く押さえておきます。表面はしっかり平らにならしてください。はい、これで、できました。それではここに巻き溝を作ってその巻き溝の中に培養土を少しずつ巻いていきます。このように一定間隔で綺麗な溝を作ってください。はい、溝ができましたのでこの巻き溝の中に培養土を入れていきます。なぜこの溝の中に培養土を少しずつ入れていくかと言いますとこのままの状態で種をまきますと大雨等が降った時先ほどみたいに土が叩かれて硬くなります。そのために発芽が遅れたり発芽しなかったりしますので培養土はふわふわっとした土でありますので発芽がしやすくなっておりますので培養土を入れていきたいと思います。私は普段も何の種をまくにしてもこのような培養土の力を借りて、種まきをしております。大量に巻いてしまうと肥料代もかかってしまうんですがこのような部分的な使い方をすればコスト的にも安く上がります。培養土を巻いたところは若干ふわふわっとしてるんでここもさらにこういう板を使って種をまくとこだけは固く締めておいた方が発芽しやすいです。はい、これでできました。このような準備ができましたら、9月の頭ぐらいに玉ねぎの種をまいてみてください。玉ねぎの苗には早生、中生、奥生というふうに種類がありますので、若干品種によってまく時期が違ってきますので、その辺をよく見て種を購入してみてください。元肥を投入する方は 2,3 週間前にこのような畝を作って準備しておくといいでしょう。元肥を入れる場合に培養土を入れますと肥料過多になる可能性がありますので培養土を入れる方は元肥を少なめに入れた方がいいんじゃないかと思います。もしくは肥料がないものを使ってみてください。もう一つおすすめのやり方があります。畑に苗床を作る場合にはスペースにもよりますが何百本と作る場合に畑で苗を植えてみてください。家庭菜園でそこまでスペースがない場合にはいらない発泡スチロールまたはプランター等を利用して作る方法もあります。これを見てください。このように発泡スチロールの深さが15センチほどの深さがあれば苗が育ちますのでこのような発泡スチロールを準備していただきたいと思います。種まきは筋まきでやりますとほんのわずかな苗しかできませんのでこの場合ですとばらまきで種をまくと100本以上の苗ができますのでばらまきでやってみてください。この場合十分な量ができると思います。デメリットとしましては苗の揃いを統一させるには若干難点があります。しかし農家さんの栽培とは違いますので多少苗の大きさが違っても問題はないと思いますのでこのような簡単な方法も試してみてください。また畑で管理するんじゃなくて、自分のお家で苗を管理できるというメリットがありますので、常に管理できる場所でやってみてください。それでは質問コーナーに入りたいと思います。こちらの玉ねぎの動画にコメントをいただきました。初玉ねぎを種まきをしたいと思います。直まきでは株間はどのくらいでしょうか？畑の土は肥料を足した方がいいですか？65センチのプランターは株間はいかがでしょうか？というコメントをいただきました。まず1つ目ですが、直まきの筋と筋の間は約15センチがいいと思います。種の間隔は約1センチで、巻いても十分育ちますので、1センチでやってみてください。いずれにしても間引きをしますので、多少ずれても問題ありません。続いて、畑の土に肥料を足すについては、畑の状態にもよりますが、肥料分が少ない土壌分であれば、元肥としては1平米あたり牛糞を3リッター、鶏糞を 100cc、 油かすを 100cc、 この3種類を投入してみてください。ただし種をまく 2,3 週間前に投入して寝かしといてください。肥料型になりますと失敗する可能性がありますので、十分注意してみてください。少なめに投入して徐々に成長とともに追肥をやることがいいと思います。肥料が多いと発芽後暖かいので大きく育ちますけども、肥料分を吸い過ぎてあまりにも大きくなってしまうと春先に徒長する原因となりますので注意してください。最後、65センチのプランターということですが、だいたい2畳巻きぐらいで巻けますので、上間を10センチぐらい取っていただいて、巻いてみてください。ばらまきでもできますので、どちらでも構いませんのでやってみてください。種と種の間は1センチぐらいで巻いてみてください。頑張ってください。今日は成功しやすい玉ねぎの苗所作りについてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタンを押してください。ではまたね。